とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ランダム報酬タワー、久しぶりやってみようと思います。ちょっと難しいかな、今シーズンは。ランダムで行こうと思うと、かなり厳しいと思うんですけども、まあ、とりあえず、行けるところまでは、行ってみます。まあ、問題は、18階とか、かな、まずはね。あそこをどうクリアするか。いけなくはないと思うんだけど、装備次第です。何にしても、そうか。ランダム報酬タワーは、報酬次第で、楽にもなるし、難しくもなる。1。ほう、ハープーンね。そこそこいい防具なんかが来れば、ちょっと待って、今回そんなにないか。言うてそんないい防具は存在してませんね。そこで何を取れるか。よし。まあ、ポーションバリアとかついてるやつがね、取れればすごいいいんだけど、それも運次第です。いきます。2! ふふ。変わるね。あ、ちなみに6はなしです。6はなし。6が出たら引き直します。よっしゃ。どうしてもね、30回で結構長いんだよな。し、ボスが、邪悪なレイスっていうね、ちょっと装備がしょっぱかったら、時間がかかってしまう。はい、下の方にもう一体いるか。OK! いきます。1! いいんじゃないですか。クリーパー対策にはなる。よし、ちょっと待って。久しぶりにこう初期装備で来るぞ。いやー、初期装備やっぱきついな。いた。いや、ダメだったの。よし、オッケー、まあ、いけるよ。わあ、ミスった。反対側には、2、3体しかいないんで、大丈夫です。しゃあ、オッケー、おお、食らっとるが。食らっちゃった。よし。終わり。はい、4回終了。5! いらない。まあ変な防具来るよりは良かったか。いや、いらんのよな。 OK、 まあ種で頑張ろう。よし。下手したらこの辺りでもう積み出すぞ。本当に。いやー、結構きついよ。もう、よし、種でなんとか減らしていけ。危ねえ。よしいいんじゃない。 OK、ブーツと種の位置を変えたいな。使いにくい。お前たちか。あぶねえ。よっしゃ、終わり。はい、いきます。2
ほほなるほどね。いきます。あ、ちょっと待って、場所を変えします。あぶね、蜂が来ればこっちのもんなんだ。オッケー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 、ナイスナイス。うわ、食らっとるが、やっぱり相性悪い。よし、オッケー、にゃっ、オッケー、いいじゃないですか。いきまーす。6、1。ひどいぞ。いや、まさかの移動系が2つ来るとは思わんかった。いや、でもなんか下手な防具来るよりはまあマシだマシだそう思っとこう。シャッ、オッケーオッケー。うん、武器もまあ出てるし。あもうオッケー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 。移動は早いよ、移動はものすげえ早い。じゃあ、オッケー、終わったかな。はい、4。おおおお、いやいやいや、ちょっと待って、できればこのアーティファクトを変えたかったけどな。まあまあいいか、いきます。危ない危ない。おお、これ減りすぎ減りすぎ減りすぎ。ちょっと待って、オッケー。ちょっとすでに1回使っちゃったのがちょっと痛いけども大丈夫さ。いや、減るね。よし、ちょっと減る、オッケー。え、ちょっと待って、あ、おお、よかった、いた、上にいた、ちょうどよかった。3。あ、またか、あー、まあいいか。珍しいの来たな。ここはもう防具あげるっきゃないよ。防具あげるっきゃない。ソウルが溜まってるから、ソウル系がなんか出てもいいかもね。あ、流れ込む魂ついてる、いいね。村人特攻入れときましょう。ちょっと回復を多めで、よっしゃ。まあまあ地道に戦っていきましょうか。まあ、武器がそれなりに、いやいや、これは遅いこれは遅いわ。うん、まあまあスピード上がるんでダメージもらうことはまあないでしょう。 OK、 よし、あぶね。あ、いや、流れ込む魂優秀、すっげえ回復する。オッケーオッケー、いいね、流れ込む魂いいぞ。よしよし、オッケーオッケーオッケー、余裕余裕余裕。意外とこのブーツとマントがいい感じで戦いやすい。よし、あぶねあぶね、食らったとしても回復するんで大丈夫です。オッケー、
5。もうこんなちょくちょく変わらんでいいって。あー、まあ防具変わるより良かった。防具より全然マシだわ。こうなると8と火属性で吸血入れとくか。あー、なかなかエンチャント的には悪くないね。うん、エンチャント的にはそんなに悪いやつではなかった。いくぞ。いや、ひ弱貧弱だわ。よし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 、スピードバーストをなんとか使っていきたいね。よっしゃ、いいぞ。あ、待て待て。よし、いいね、いいぞいいぞ。なんか、うん、面白い戦い方はできてる。いきます。3。ヘビークロスボウ、まあ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 いいか。 OKOKOK。こっちくんなって、ほんとに。よし、オッケー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 。クリーパー対策できてれば問題なし。ナイス、いいねいいねいいね。にゃっ、よし、完璧じゃない？あれあれ、どこいる？あーあーああ、いた。あぶねえ。あ、ちょっと待って、これダメージ。受けそう、受ける受ける受ける。ちょっと待って。一。また変わるの？まあ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 、さ、サンゴよりも全然マシだけどさ。うわ、ここちょっときついぞ。ここはきつい。どうするか、凶暴化かクリティカルか。クリティカルかな。うん、クリティカルを入れていきましょうか。いや、凶暴化の方が良かったかな。で、ヘビークロスボウをちょっと待って、段数何も、94、これ結構きついな。あ、毒の力入れよう。毒の力と、無限。うん、無限を入れて、なんとかやっていきましょう。OK。うん。いや、ちょっとこれ。相当戦いづれ。よし、これやべえ。これ段数もだいぶ減るな。よし、しゃ。でもまあまあ、一番最初のちょっと難しいかなと思ったロイヤルガードはこれで。おいおいおい、よし、やばいやばいやばい。まあまあ、ちょっと時間かかったけどいけるか。 OK、 よし、戦いにくい。よし、いやー、オッケー。めちゃくちゃ戦いづらいけどいいでしょう。しゃ、やばいやばい。よし、
よし、オッケー。あれ、まだいる？あれ、こっちじゃない。あ、上？あ、上か。まあ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 。なんとか抜けれましたね。いきます。2。いいか。ポーションバリアあるし。若干耐久力のダウンは多めに見ましょう。ちょっと待って。ポイントがね。できれば防護も入れときたかったけどな。まあまあいいや。よしよしよし、オッケー。ああ。危ねえよ。よし。結構食らう。うわあ、マジか。結構食らうな。よし、オッケー。ちょっと安全に弓を使っていっちゃおう。危ない危ない、これ完全に危ねえよ。おっしゃ、オッケーオッケー。危ねえ危ねえって。よし、あ、うん、ノックバックすごいいい感じ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。ノックバックがすごいいい感じで倒せてるね。おお、めちゃくちゃ戦いづらい。では参ります。6、ちょっと待ってね。5。あ、まあまあまあね、まあねまあね、あ、扱いにくいにはまあ変わりないけど。 OK、 ポーションバリアを、いやいや、これはもう耐久力をまず増さないと。ちょっと霊気入れよう。うん、霊気にしよう。いや、ちょっと待って、霊気を3入れたい。18回かな、難しいのは。確かね、18回が一番難しい場所なんで、そこまでになんとか霊気は3入れときたいね。じゃないと結構つらい。さすがにあそこをね、このアーティファクトでいくっていうのはちょっと難しそうだ。 OK、 いいね、ナイスノックバック。ちょっと待って、結構 HP 減ってる。OK、 いいんじゃない。なんか回復系、あー、そうか、輝き入れてもいいかもね。ちょっと輝きが欲しい。でもそれよりも霊気いきます。1位。まあ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 ね、うん、他の、いやいや、アップドラフトが一番良かったけどもさ。いや、ここきついぞ。ああ、あ、うんうん、8じゃなかった。あ、まあいいか、まあいいや。ああ、待て待て待て、これぐらいにしとけ。ちょっと待って、まだ開けるのちょっと待とう。うん、まずは倒してからここ行った方が良さそうな気がする。いや、絶対きついわ、バカ。よし、オッケーオッケー。ポーションバリアが効いてるうちに
ある程度減らしたい。よし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 、オッケーオッケー。一応壁越しから攻撃ができる武器でよかった。あ、オッケー。ここ草刈りして鉢いっぱい出せ。ナイス、いいっすね。2、何が出るか。あ、でもまあ、うん、いいか。いいや、いいや。ポーションバリアないけども、耐久力は上がったでしょう。これに、霊気3入れとけ。そうすると、いける気がする。うん。次で、ここで、防具変わらなければね。クリーパーワンパンじゃないか。それちょっときついな。でも威力はないけども種があるんで、それなりにやってはいけるか。いやー、なかなかやっぱ今回敵が強いよね。 HP 高っけ。よし。あ、でもヘビークロスボウが今回ほんといいかもしんない。うん、あのノックバックは、うん、かなり魅力的だわ。よし。はいはいはい、いいぞいいぞいいぞ。6、3。いや、ちょっと待て、変わったか。いやー、これ絶対ヘビークロスボウが良かったって。いや、これは良くない。これは良くないぞ。いや、良くない。これ弓がまず使えんくなったわ。防具に、トゲ入れるか。オッケー。ちょっと難しい。18階をこれ抜けれるかどうかですね。危ね。よしよし、 OKOK。 でもあえてこれあいつらが出るとこにいない方がいい。 OKOK。 にゃー、こいつは嫌だぞ。うわっ、ちょっと待て、これ無理じゃない。よし、ちょっと待て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 、これ無理でねえか。よしよし、 OK。 とりあえず一体倒した。おで、いいで、蜂がいっとるぞ。よし、オッケー。いけた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 、なんとかなるもんだ。3、トリックウォー。よくないな。いきましょう。え、何あげる。でもこれしかないよね。ピンクスポーンドレルとか来たらなんか面白そうな気はするけどね。不滅か。でももうソウルは満タンなんだ。ソウル満タンなのよ。他に入れんでいい。ちょっときついぞ。あ、いや、意外とクリティカルがあるからそれなりのダメージは与えれる。よし、 OKOKOK。 で8出るんで意外といい感じじゃん。
オッケー。危ねえ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 。あ、霊気いい感じ。オッケー。霊気すごいいい感じ、ほんと。危ない危ない危ない。そっちか。よし、蜂出て。蜂出ないんかい。蜂、あ、1個出た。よし、いやもうそろそろ仕留めたいよ。危ねえ。よし、もう仕留めよう。もう仕留めよう。次、よし、オッケー。なかなかつらい。1番。お、当たり引いた、当たり引いたよ。あ、まあまあまあ、うん、エンチャントは仕方ない。マルチ入れとこうか。オッケー。でもこの弓を最後まで持てるかどうかはわからん。じゃじゃん、アーティファクトが全然取れてないのよ今回。アーティファクト取らないとちょっとね。まあまあまあ、なんか移動は楽だけどね。移動はものすげえ楽で楽しいんですけども、火力は全くない。よっしゃ、オッケー。いや、ちょ、蜂の攻撃当たってねえぞ。よし、オッケー。段差か。オッケー。あぶねえ。それ抜けれるんだ。種で抜けれるんだあれ。はい、行きまーす。5。ちょっと待って、これやばいぞ、これやばい。いや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 、ファントムはやばいって。あ、まあまあ、コグクロスボウには合うよ合うよ。まあ、とりあえず霊気入れとけ。いや、無謀やめろ。無謀はやめろ。うん、オッケーオッケー。とりあえずこれでいけ。オッケーオッケー。まあ、弓でワンパンで倒せるんで、よくなったよね。普通だったらワンパンで倒せないもんね。オッケーオッケー。まあ、これがファントムの効果ではあるけど。オッケー。頑張っていきましょう。このファントムで。いや、でもこれで最後までは無理だぞ。これで最後まできついよ。 OK。 まあまあ、弓が強力になったからとはいえ、あまり無駄遣いはせずに行こう。いや、減るな。よし、減る減る。よし、多い。よし、オッケー。いいんじゃない。終わりか。はい、参ります。2。おお変わった。いや、もうダブルにしよう。ダブルに、うんダブル種だ。で、今後ちょっとこっち側で戦って、あまり敵を寄せないようにしていきましょう。で、できるだけ近接で倒して蜂を出していくね、この戦い方。もう、おお、減る減る減る。
むちゃくちゃ減るやん。オッケー、よし、いいね、いいよ、いいよ。耐久力はねえぞ。あ、でもダブル種いい、意外といいダメージ出してくれる。最後までいけるか。3、まあ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 、ここか、きっちいな、ここきっついぞ。まあまあまあ、旋風かな、火力を増していった方がいいよね。ここはきつい。うん、もう極力弓で減らしていこう。 OK、 うんうんうん、あー、これぐらいいける。オッケー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 、ラビジャー倒せればオッケーよ。よし、よし、オッケー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 、いいんじゃないですか。オッケー、お、なんか悪くねえ、悪くない悪くない、あぶな、よしよしよし、いけるもんだ。1 ひどい。ひどすぎる。なんかエンチャントない、いやーないか。いやーいいね、カトラス強い、カトラス強いぞ。で、矢もまあまあ280個、おい、ちょっと減りすぎ、すげえ減ったな。いや、耐久力はもうほんと神っていうことを覚えとかんのね。とてもじゃないけど耐えれません。よし、いいんじゃない、ナイス。もう出ない、あー、あと1回か。ちょっと待って、ブレイズ本当注意しよう。オッケー。あ、蜂がなんとかしてくれる。まあ倒せはしないだろうけど。オッケー。いや、矢は嬉しい、矢は嬉しい。いやいや、今回は矢出てくれると嬉しいな。オッケー。よし、いいんじゃないですか。オッケー、いけたね。5 いや、ひどいよ、ひどいよ、なんだこれ。いや、アーティファクトいろいろあるでしょうよ。なのにブーツとマントと種しか出てこない。あ、いかん、こいつはひどい。なんか仕組まれてる感じがする。よし、オッケー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 、あいつ倒せれば十分十分、いいんじゃない。よし、待って待って待って、減りすぎるって。よし、オッケー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 、あとは弓でいい、あとは弓でいい。よし、もう弓で安全に行きましょう。よし、おーおーおー、いいねいいね。TNT いい感じだった。よし、 OK、 いけた。あー、落ちた、ちょっと待って。
5。いやー、ここで変わらないで。いや、きついな。いや、きつい。ここは、いや、絶対コグが欲しかったよ。いや、きつ。え、何入れる？いや、もうこんなもんで行くしかないよ。激光入れとけ。いや、ここきつい。ポーションバリアもないんでしょ。種でなんか、ちょっと待って、種の強いのはこっち側か。ここきついなぁ。まあまあ、なんとかこの壁を使って行くじゃねえか。 OK。 よし、来た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 。危ねえぞ。減る、むちゃくちゃ減りますやん。危ねえ危ねえ危ねえ。よし、ナイス。ちょっと待って、減るって。あ、でもたいや、ちょっと待って、ちょっと最後の最後ちょっと油断した油断した。危ねえ。ちょっと油断した。待て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 、回復したい。ちょっと待って、どっちだ強いのは。こっち側ね。行くぞ。よし、ちょっと減りすぎだって。もうあと何体か。あ、あ、いた。もうこいつ、よしよし。いや、27回絶対きついと思ったもん。いきます。2。いや、コグがないのきついぞ。ちょっ、うん、まあまあね。いや、愛のメダルもあったでしょうよ。なぜこれなの。いや、あと入れるやつない。あー、オーバーチャージ入れとく。いやいやいや、使わんわ多分。 OK。 まあ、ボスにはオーバーチャージ。待ってよ待ってよ。よし、 OK。 いや、意外とこのスピードアップっていうのが効いてていい感じなのか。逃げるときに。よし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 、いいぞ。 OK OK。 おお、ちょっと種がまとめてくれるから意外と楽だ。よし、お、いけたんじゃない。はい。あ、おお、もうボスだボスだ。やった。3。ちょっと待って。まあいいか。ここは、いや、もうカトラスだよな。うん、倒せはすると。いやいや、時間かかってる。これ時間かかった。これに入れるっきゃないよね。まあまあ、テンポセフトついてる。やった。いや、ダイナモはよくない。うん、オーケー。ボスはね、種じゃ止まらないからね。テンポセフトで
ああ、それなりにいいダメージ出すじゃん。いや、やっぱこの弓の火力はねえな。弓の火力はないわ。 OK。 あ、このビームにはまあ当たらんね。うん、マントがあるんで、まあ、ああ、当たってるわ若干当たってるわ。 OK。 あ、で雪玉がいいね。よし、うんうん、あぶねえ。よし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 、いいぞいいぞ。まああと3ターンぐらいで倒せそうな気はする。よし、 OK。 いいんじゃないですか。よし、オッケー。まあまあまあ、そこそこ減らしたかなっていうところ。オッケー。うん、不意のダメージ食らうなよ。これ耐久力ないから、もうもろに食らうからね。てか、もうイカスミは全然使ってないイカスミ使ってない。オッケー。待て待て、危ない危ない。よし、もうガチ殴り。よし、オッケー、いけたー。すいません、だいぶ時間かかったけどクリアできましたしょぼいや、今回報酬ね、あ、多分今5回目ぐらいでクリアしてるのよ。ユニーク装備が全然出らん。なんでだろう、全然よくない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。